は3時を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチサテライトスタジオよりサザンブリーズのをお届けします。はい今日はですねちょっと私、緊張しておりますというのもですね、本日からなんと私今まで一人でお届けしてたんですけど、なんと女性のアシスタントをつけることになったので、すいません、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。楽しんでますか？はじめまして、秋のサラと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、イエーイというのも、でも実は今日初めて会って、はい、でどんな人だろうとかどんな感じになるんだろうっていうの全然わからなくて、はい、で僕もね、だからそういう意味もあってちょっと不安で、はい、私も不安でしたでもなんか始まった感じとやっぱり前のちょっと段階違うね、なんか。え？あ、なんかなんだろう、猫かぶってるって違う違う、そういうことじゃなくて女の子ですかやばい、どうなるんだろうっていうことで、はい、はい、今日から、2人で毎週お届けしますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで簡単にちょっと、はい、サラちゃんの紹介をサラちゃんドキッとしましたや、待って、はい、何じゃ、サラさん、あ、もうサラちゃんで、サラちゃんじゃない、じゃ近づこう、サラちゃん、はい、じゃサラちゃんの紹介しようかなと思って、はい、で生まれが東京、生まれは東京ですが、で育ちが、はい、秋田です。はい、そういえば僕ね秋田に行ったことがあって、お、3年前ぐらいかな、なのがなのがあって急に秋田目言われても分かんないんだけどはい、ありがとうございます、ありがとうございます。でね、そうだね、はい、あの時は、うん、あの生ハゲ館、あー、はいはい、で、うんうんうん、なんかあそこって実際に生ハゲが見れるじゃん。そうですね、で生ハゲ実演みたいなので、見たんですか？見た見た。おー、すごい、なんかダンダンダンなんか何だっけ、なんとかイネガー、悪い子はイネガー、悪い子はイネガーってでもさ、秋田の人にとって生ハゲって結構なんだろう、沖縄でいうなんかシーサーぐらい、いや、あんな可愛くないです。あれはない、もう一家に一台とかいられても困る本当に。でも最近は、はい、なんか聞いた話だと生ハゲ離れがあるみたいで。そうなんですよ、なんか生ハゲってその地域の人で選ぶんだっけ。そうですね、小賀地区があの生ハゲが出るとこなんですけど、うん、この大晦日の夜に突然バンと入ってきて、うんうん、お前ちゃんと勉強してるか、お母さんの言うこと聞いてるかっていうのを子供たちに言うんですけど、うん、なんか最近過保護で親が、うん、あ、うち生ハゲ大丈夫ですって言うんですよかわいそうだね。でも生ハゲって来るときなんか食べ物用意するんでしょ。そう、そうですね、きりたんぽを準備して待ってるはずですね。じゃあその準備もなく、そうですね、お腹空かせたまま生ハゲさんは帰っていくっていう、うん、かわいそうに、かわいそうにコンビニによるんですかねコンビニも、あ、すいません、その格好じゃ入れないですとかって入れないでしょいやー、かわいそうだな、ね、生ハゲがね、うん、あ、別にコメントが、あ、声が聞こえないって大丈夫かな、これで多分大丈夫かと、はい、はい、どうですか、コザイルさん、どうもハロハローと来ております。はじめまして、はいはい、今日から新しいアシスタント、はい、よろしくお願いします、はい、今多分ツイキャス見てる方分かると思うんですけど、僕はねちょうどねサラちゃんに隠れて映ってないっていうそうですね、まあいいですいいです、僕は別に映すあれないので、いやいやいや映っていきましょう。でまたね後で、でサラちゃんは、はい、ウクレレをやってるんだよね。ウクレレもやるし、ピアノもやるんですけど、うん、夢はオーケストラをバックにマイク1本ですね。なるほど、はい、というそこら辺のことをね後でちょっとね、はい、あの後半で演奏とか、はい、そこら辺のことをちょっと聞きたいなと思います、はい、なので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで今日のオープニングトークなんですけど、はい、いよいよ今週の土曜日から、はいはい、あのあれがあれですねはい、オリンピックがねあるんだけど、もう4年に一度なんだけど、はい、なんですけども、はい、今年はどこでちなみに開催か分かる？リオ。え、聞こえなかった、ごめんあのマイクにちょっと近寄って、はい、リオですか。そう、リオ、はい、ブラジルで今年の開会式はですね、日本、で現地時間の 何時だろう。ああ、すいませんね、バタバタして現地時間何時かっていう資料が飛んじゃった。あのですね、日本での放送は土曜日の朝7時30分から NHK の教育テレビ E テレで放送するみたいなので、はい、いよいよ夏本番だねっていう、始まりますね、はい、でちょうど今日のニュースで東京オリンピックで
追加種目5競技18種目が正式決定ということで、なんとその中に沖縄の代表的なスポーツの空手が決まったみたいで、そうなんですね。でそれからスケートボードとか、うんうん、スポーツクライミングとかサーフィンとか、サーフィンもサーフィンも入ったみたいで、すごい、うん、どうやって決めるんだろう、サーフィンのあれって笑顔じゃないですか、笑顔サーフィン乗ってる時多分ね笑顔見えないと思うんだけどね、みんな黒いからあでも歯が見えるから、歯が白い歯の白さね、あの白さ、なるほど、そういうね観点もあるか、なわけあるか、2人でも来たらどうするやばい、収集つかなくなりますね、はい、ということで、はい、オリンピック、まあ、連日ね寝れない方とか、そっか、ちょうどブラジルっていうことはもう日本の真裏、そうですね、だからあれですよ、聞こえますかのやつですよ、あそうそう下のでも、ね、正式にはブラジルじゃないとかっていう話を聞いたんだけど、まあ、ブラジルちょっと上か下らへん、うん、ちょっと分かんないですということで、はいはい、あのまあ寝れない日が続くかと思いますけど、うん、皆さん、はい、そのね、仕事に影響ないとかぐらいであの、ね、体調に影響がないぐらいでオリンピック楽しんでみたらどうですかということで、はい、まあ、ちなみにですね、私は今のところ見る予定はないです。え、見ようそこはじゃあそっちは、あ、ないですね、ないんかいないのか、分かった、はい、じゃあまあね、お互い見ないかもしれないんですけどまあね、一応でもニュースはね、ちょっとチェックしようかなと、まあ、とりあえず頑張れ日本ということで、はい、はい、ということで今日ね、今日もね、うん、ということでオリンピックのね曲をかけたいなと思います。今週もね、オープニングっていうか曲は、はい、オリンピック特集ということで、オリンピック特集1曲目はですね、うん、1996年のアトランタオリンピックで、はい、NHK の公式テーマソングとなった大黒摩季さんの熱くなれという曲を、うん、はい、なんだろう、反応が薄いな、まあ、まあね、でもまあ96年か、はい、今何年、16年だから、はい、20年前何してた、あ、待って、そうだね、ちなみにさらちゃんは何歳、はい、21です。21か、はい、1歳ですね、1歳、1歳の時のテーマソングなので、まあ、初めて聞くに等しいんですけど、まあ、1歳覚えてないだろうと、はい、あ、流された、いいや、はい、ということで、はい、じゃあもうこういう余談はどうでもいいんで、じゃあ曲をお届けしたいと思います、はい、大黒摩季さんで熱くなれです、どうぞ。ツイキャスの皆さん、今ね声入ってます、はい、あ、今聞こえた、エコザイさんありがとうございます、うん、ヒロキックスはいいからサラちゃん見れれば OK ってエコザイルさん、はい、いや、横顔 CM してから天気ね、もうこれあれなんですね、うん、うんうん、外に声が、そうそうそう、あっちからあ、でもあっちのスピーカーからラジオの声が、一応店内からもちょっと流れてる、聞こえる、うんうんうん、へえ、すごい、うん、うわ、すごい、だからその呼びかけたりとか、うん、あ、今手振ってくれましたとかっていうの全然、あー、うん、そっかそっか、消える、今メール来てないけど、来たらここに、上から、こっち側の、うん、はい、どういうテンションで行けばいいかわからない、あー、どういうテンション、大丈夫、こんな、そんな感じでいいと思う、こんなキャピキャピができなくて、いやいや、全然そして確かに最初だから、ね、どんな感じでやればいいのかっていうのが、うん、まあでも手探り、手探りで なんて呼べばいいんだろう、なんて呼ばれてます、なんて呼ばれてる、ひろきさん遠 い距離感距離感なんでも、そっか、みんなひろきさんか、じゃーん、ん、誰かの番組では D って言われた、
ヒロポン。何でもいいよ。オッケー。ヒロポンで。ヒロポン。そろそろ CM 行くかな。はい、あと10秒で CM です。これ合ってますか、ぴったり。ちょっとだけずれてるかもしれない。あ、ごめんなさい。勝手になる。うん。うん、今 CM 入った。ほぼほぼ正確。1、2秒ぐらい。オッケー。いやー。天気見ていいですか？天気わかる？これ。だって私の家すぐそこなんですもん。あっち？ゲオの塔。あ、近い。そっか、今まで一人やってたのか。ゲストさんのところ大丈夫かな？なんかもう、エンジンさんが、二人がこちらに来るんですよね、うん、もうちょっとだ、うん、あ、曲あと10分映り、映ってきますまだ大丈夫、大丈夫です、一回曲挟むのでその時に準備した、うんうん、後ろで大笑いしていいですか？あ、いいです、全然いいです、全然いいですもうその方がいいですやんちゃに行こう今のいいねこことのなんか仲良さ感がやばい後ろから突っ込んでいいですか？大丈夫です、全然いいですまず聞こえる？あ、ここ通さないと、まあ、多少は聞こえるかもしれないですけど、いいです、全然聞こえていいんです。あ、まじで、ギャラリーが笑ってる感じでいいですか？はいはい、ギャラリー外でやってるので、その感じがあったら逆にリアルかな、うん、いいですか？はい、そうそう、じゃあ笑いましょうね。笑って笑って40代チームであの笑いには自信があるので笑い声に素敵大事大事すげえビール誘惑してくる13分からね、これの後に本番始まるわけ、うん、最初ジングルが流れるから、その後曲 BGM がは3時、13分を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチのサテライトスタジオからサザンブリーズをお届けしております。はい、はい、今日からアシスタントのサラちゃんを加えてですね、はい、はい、こんにちは、はい、元気に楽しく明るくやっていきたいなと思います。行、はい、きましょう。では早速、はい、天気情報と道路交通情報をお伝えしたいと思います。はい、今このトロピカルビーチ、うん、このサテライトスタジオから見える天気は、はい、どんより雨はね、さっきまで降ってたんですけど、そうですね、今ちょっと雨は上がってるのかな、パラパラとパラパラちょっと降ってますね。傘差してるってことは、目の前で傘差してますからね降ってるってことだよね。よく見ていこう。傘差してるってことは、あ、どうでしょう、あ、ちょっと降ってる、あ、ちょっと降ってますね、はい、ありがとうございます。ちょっと降ってるみたいです、はい、こっち降ってないんじゃないですか。そうそう、あとね、窓ガラスがね、ちょっとね、なんか水滴みたいなのがついてるから余計わからないんだよね。まあ、ちょっと降ってるみたいなので、はい、はい、お出かけの際は気をつけてください、うん、風邪ひかないようにね。はい、じゃあ、はい、早速天気情報お願いします。はい、お天気お姉さんいきます、はい、本日4日北の風のち北東の風で1日かけて雨の予報ですが、夜曇りになる予報です、うん、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るとのことで、うん、気をつけてください、はいはい、波の高さは1メートル、うん、降水確率はこの後6時まで 60%、うん、そして6時から深夜0時まで 30%、うん、日中の最高気温は31度の予報です、うん、ちょっと読んだことある、これないです。でも結構、ね、できてました、うん、よかった。小学校の時からリコーダーの中からウボあるじゃないですか、うんうん、あれを持ってテレビの前で、あー、やってた、やってました、真似をしてたってこと、うん、あ、だからか、夢が叶った。あ、夢お天気お姉さんだった、はい、さっきのあれじゃなかったんだ、あ、うん、オーケストラとか、うん、やめた、やめたって早いわあ、なるほどね、はい、まあでも、うん、いいと思う、うん、聞きやすかった、よかったです、はい、練習しときます、はい、ありがとうございます。ということで以上お天気情報でした。で続きまして道路交通情報をお伝えします、はい、あ、
ごめんね。はい。ね、今開いております。あ、結構。本日ですね、ちょっと渋滞してるところが多いですね。まず、国道、すいません、ちょっとマイクを。マイクを取ります、国道58号線南行き牧港付近で渋滞が発生しております。で同じく国道58号線ぐすくま交差点付近で北行き渋滞しております。でそれから、宜野湾市、前原から大蛇名にかけて若干渋滞しております。でそれから、国道330号線金子十字路で北行き若干の渋滞が発生しております。それから、同じく宜野湾市がね子交差点、国道58号線に向ける右折のレーンで左折のレーンで若干渋滞しております。はい、こちらを通る方は十分気をつけてください。でそれから雨降っておりますので、いつも以上にねそのスピードは出さずに車間距離を気をつけて、はい、安全運転で、はい、はい、以上道路交通情報でした。さてさて、はい、ありがとうございます。紹介しようかな。メッセージ来ておりますか。あ、来てますね。はい、これを開けばいいのか。そうそう、それ、はい、ちょっと紹介してもらえる、はい、エロキックスハウディ何ですかこれは。いやいや気にしないで。あだ名ですか。サラちゃん、はじめまして。はい、はじめまして。チュー投げキスまでされてしまいました。エコザイル出すよ。新しくではないけど25から28年ぶりにだからいいはずねってことで、三振を中学で軽く弾いてらえ、また始めたさ。三振の音色を聞くと何とも言えない落ち着く感じがしていいのよね。あ、サラちゃん、機会あったらウクレレとセッションしよう。じゃ時間までワイド。お、はい、はい、ありがとうございます。セッション、ぜひ。エコザイルさんはもうあれですか、ずっと見てくださってる方なんですか。うん、そうそう、このエコザイルさんの投稿があってこの番組は成り立ってるから、うん、エコザイルさんあってのサザンブリーズ、うん、そうだから前も言ったんだけど、はい、沖縄のラジオ業界はエコザイルさんに支えられてるからすごい大物ですね、うん、もうぜひセッションお願いします。こちらからお願いしますまあこれぐらい上げとけばいいかなと。はい、ということで、はい、以上お天気道路交通情報をお伝えしました。はい、でここでちょっと一曲挟みたいと思います。うん、次の曲はですね、はい、モーニング娘。の I wish という曲で、この歌は2000年のシドニーオリンピック、うん、超の TBS の公式テーマソングなんですけど、はい、ちょうどでもこの時期ぐらいじゃない、そのうちらの世代の記憶があるの。そうですね、2000年、うん、5歳、5歳、5歳、うん、5歳、5歳か。でも多分俺が小学校ぐらいかな、2年3年ぐらいでしょうね、かな。うん、じゃあ聞いたら思い出すかないや思い出さないかなでもね、モーニング娘。ってことはこの時モーニング娘。が多分めっちゃ流行ってた時だった。うんうんうん、そうです、うん、そうですね。だから、はい、まあ、モーニング娘。ちょっとあんまりいい思い出がないなということで何何まあまあそこら辺は後で言うということで、はい、じゃあお届けしたいと思います、はい、モーニング娘さんで I wish です。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。いやー緊張するな緊張するカメラのまんまカメラのまんま知らないんじゃないですか。なんか一直線になってる、ね、なんか斜めとかに置けたらいいのか。斜めに置いちゃダメですか。置き方が置けそう。じゃあ私これ、まあ、いいですか。顔隠してから見たこれで顔隠してから顔隠していいじゃんいいじゃん。でこれも一枚もあっち側にも、はい、あっち側にもこっち側にも一瞬一瞬いいですか。映ってますか。いいですよ。映ってるけど暗いね。暗い、暗いか、はい、こうこうこのまっすぐまっすぐまっすぐこう、うんうん、もうちょっといいですか。もうちょい上、もうちょい上、こんな感じ、うんうんうん、いい感じ。近づけてみて、近づけてみて。ズームズーム先生、ズーム先生、ズーム年の差ズームかっこいい中間宣伝したいいいいいバッチリバッチリバッチリ映りやりすぎ、やりすぎ
大丈夫大丈夫。視聴は大事。視聴は大事。視聴もなんか顔の目力がすごすぎて。でしょ。よくさあのムカつくって言われる。ムカつく。よくムカつくって。どうやろうみたいな。怖いね。何をどうやってるのか分からない。怖いって。怖いって。かわいいじゃないか。かわいい。かわいい。かわいいって。かわいい。かわいいって決してかわいい。じゃあそろそろ。はい、じゃあそろそろ。そろそろはい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私これ赤いの生えてきた意味がないね。時刻は3時21分を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内サテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。はい、ちょっと今声がもう入っちゃったんですけど、はい、横でずっと、ね、ずっと笑ってるんですよ。この最初だからちょっと、ね、笑ってくださるとすごい助かります。本当ですか。はい、笑うであればずっと笑ってください。それしかできないんですけど、笑って時間が終わってしまいそうな、ね、はい、素敵ですね。ということでこの時間はゲストをお迎えしております、はいはい、じゃあすいません、自己紹介お願いします。はいはい、聞こえてる私の声。聞こえてます、大丈夫です。はい、エンリン株式会社の小谷ゆかりと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、エンリン株式会社上原美奈子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて本日はですね、その何か告知があるということでお越しいただいたんですけど、はい、はい、皆さん見えますか。見える、見えない人海から上がってきてこちらまで売店まで来てください。こちらお告知にしま来ました。まあ一応ラジオなので。あ、ラジオですか。ラジオですか。ラジオです。はい、すみません、はい、あ、いいですか、いって、はい、こちらの、はい、イベントは、はい、紹介を、はい、東京で開催されるんですけども、はい、金城幸正新作、新作出版を記念しまして講演会の方が開催されます。でこちらの本なんですけども、あなたの中のやんちゃな神様と付き合う方で、新作であなたの中のやんちゃな感情と付き合う方と、今2作出てるんですね。そちらの新刊が出たので、そちらを記念して、講演会を開催することになりました。はい、で7月に沖縄で開催されたんですけども、ライカムの方で開催されて、もうお客さん300名も超えて、立ち見も出て、すごい大盛況で、そうなんですよ。全国からも来てるぐらいすごい盛り上がって、はい、そうなんですね。はい、それが東京でも8月の7日開催されるので、はい、FM ギノワンさんはたくさん、内地の方、本土の方が聞いていらっしゃると聞いたので、はい、はい、告知できました。聞いております。はい、はい、8月7日日曜日、はい、はい、場所はこれは、あ、もうそのまま言っていいですか。はい、はい、場所はですね、東京の青山 IB ホール、うん、地下1階サフラン、サフラン、青山 IB ホールです、ね、はい、青山 IB ホールです、はい、で時間の方は、13時半会場で、開演の方は14時からとなっています。はい、はい、でこれ特別サイン会の方も予定されていますので、はい、ぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。そうですね、はい、で日時は、8月の7日日曜日ですね。今週です。はい、今週の日曜日、今週の日曜日、東京にいらっしゃる方は、はい、ぜひぜひ、なんかこのお二人と、はい、私この金城幸正さんは、はい、まあ、お会いしたことがないんですけれどもかっこいいですよね。写真を見るだけでなんかかっこいい。このお二人にさっきお会いして、もうなんか私も笑顔が映ってしまって、もともと笑顔だったよ、さらちゃん。もともとだったよ。元気になるんですよ、このお二人といると本当に笑うしかない、笑うしかない。でも本当にそれが大事だと思います。やっぱみんな語り出すみたいな。い自分の気持ちとうまく向き合えなかったりとか、うん、やんちゃな感情って書いてますけど、そうなんですよ。そう、この本超面白いですよ、うんうん、きっと絶対言ってそうはないと思います。はい、全然ないです、うん、沖縄県内いろんな書店、全書店にありますので、うん、やんちゃな感情と付き合う方、はい、ぜひたくさんの方に読んでほしいで す、うん、そうですね、もし沖縄にいて東京に行けない方は本を手に取っていただくだけでも、うん、きっとまた、ね、生き方も変わってくるというか、うんうん、そんな感じがしますね。はい、はい、
これちなみにやんちゃな感情ってどんな感情ですか？どんな感情？やんちゃな感情。みなこお願い。笑い声たんだ。例えばですね、はい、まあ、皆さんが多分あの一番感情で分かりやすいのが、うん、怒りだと思うんですよ、うんうん、で怒ったり怒ったり怒ったりもう怒ってまくってじゃないですか。ストレス社会なので。そうですね。その怒りもやっぱりあの、うん、なぜ怒ってるのか、うん、なぜ私がこう人と関係、うん、人間関係でやっぱりあの一番嫌なイメージがあるのが、うん、あの怒りじゃないかなって思ってるんですね。うん、その怒りがどうして自分の中とか、うん、あとこの関係性で、うん、あのややこしく、うん、トラブルが多くなるかっていうのもこの本を読めば笑いが出ちゃうんですよ。うん、なるほど。それでさっきから笑ってると。そうそうそう、笑ってるでしょ。もう笑うしかない。笑うしかないですよ。いやでもそこまでなんかね影響があるんだったら読んでみたいなってなりますね。本当本当。なりましたよ。はい、そんなに楽しそうにね。そう、楽しくなる、楽しくなる。はい、もうさ、これ10代、うん、若い子からもうお年寄りまでも絶対面白い。どの年代が読んでも面白いんですよ。はい、そうですね。はい、この、ね、沖縄のこの講演会の時に83歳、80代のおばあちゃんかな、はい、おばあちゃんも来てて、はい、もうこのおばあちゃんがもうすごい喜ぶぐらいな内容ぐらいっていうか、なんか人生あ、うん、共感できるみたいな。うん、そう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 。なので皆さん、まあ、小学校、中学校、高校生、うん、大学生も皆さん読んでほしいというぐらいの内容になってますので、ぜひぜひ皆さん、はい、東京に足を運んでください。うん、ですね。はい、しかもちょうど夏休みなので、ね、あの小中高生、時間があると思うのでぜひ、ね、読んでいただきたいなと思います。もう絶対行ってください。はい、8月7日日曜日、うん、はい、青山アイビーホールで、うん、1時半の会場、2時からの開演ということで、うん、皆さんぜひ東京にいらっしゃったらね、足を向けてほしいなと思いますね。はい、ぜひよろしくお願いします。足を向けてみたいな。足を向けるなみたいなやつですよ。そうです。もう心がやんちゃすぎてから。本当やんちゃだね。やんちゃですね。ということで、はい、本日はですね、エンリン株式会社より小屋さんと、はい、上原です。はい、もう終わり？そうですね。もう喋りたいけど。また来てください。はい、私も喋りたい。ね、喋りたいけどね。いえいえ、ぜひ、はいはい、またね、告知とか、はい、それこそ金城さんの講演とかがございましたら、はい、お越しいただきたいなと思います。はいはい、はい、じゃあなんか気になる指示する、はい、何だったかな。やばい、初めてのアシスタント。そうですね、初めてっていうこともあって、はい、ちょっとバタバタしておりますが、バタバタます、はい、じゃあまたぜひね、はい、お越しいただいて、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあまたここでちょっと一曲挟みたいなと思います。次の曲はですね、シドニー2000年のシドニーオリンピックで JOC の公式テーマソングとなりました、はい、ジュークさんも、まあ、その当時多分流行ってたアーティストなんですけど、ジュークさんでですね、水、陸、空、無限大っていう曲をお届けします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい終わりましたね。もう終わり。すいません、次のゲストさんがいます。起きてるの？あのゲストさんいらっしゃるの？あと、はい、お疲れ様です。これも私のだったっけ？これは私の。あ、違うね。ごめんね、してるまで撮っていこうとするね。何でも撮ってくれていいんです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。また、はい、よろしくお願いします。普段も沖縄にいる。あ、もう喋り出したら沖縄しかいないけど。沖縄しかいない。おばちゃん、また会えるかな。ぜひまた会いに来ます。頑張ってます。10月ぐらいまではこの作品のもので、こちらは、はい、ここでやってるので、こちらでは、お願いします。こっちでいいですか？あ、大丈夫ですよ。またあれがカメラ。あれがカメラです。はい、です。あの、例のエコザイルさん。おお。エコザイルさんが来た後ろに。30分です。もう時間。あ、そっか、そろそろ。
ちゃんすいません、そろそろ行きます。参ります。あ、よし、じゃあ本番入ります。時刻は間もなく31分を回るところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。さてさて、続いてもですね、またゲストさんがお越しいただいているので、はい、ご紹介したいと思います。すいません、自己紹介よろしくお願いします。はい、読谷出身ミュージシャンの千葉名辰巳です。よろしくお願いします。お願いします。ですね、千葉名さん、はい、千葉名さん、簡単にですね、はい、千葉名さんご自身でそのプロフィールを紹介していただいてもよろしいですか。そうですね、デューティーフリーショップというバンドを、はい、ミクスチャーバンドを99年に結成して、でずっとバンドで活動してて、はい、で現在はソロで、4年前からソロ名義で CD をリリースしたりしております。はい、先日7月1日に CD が、はい、ですね、はい、まだ出てないんですよ。あ、出てない。8月、はい、13日に、はい、海鳴りの島というニューシングルが出ます。はい、2曲入りでリリースされます。ちなみにこれどういった感じの、今回はですね、はい、内縄口で歌詞を、はい、初めてちゃんと書いて、内縄口の歌詞に、うん、ちょっとラテンロック調のサウンドという形の曲に、うん、2曲になってます。うん、はい、かっこいい。そうですね、その千葉名さん、このプロフィールを見ると2002年に中国、はい、北京に留学ってあるんですけど、はいはい、やっぱりその留学とかの影響でちょっと国際的なその音楽そのをなんていうんだ、取り入れようみたいな感じになったんですかね。もともと、まあ、ロック、レゲエ、ヒップホップとかそういうミクスチャーをやってたんですけれども、うん、でまあ、その中に沖縄サウンドを入れたりっていう形でやってて、うん、まあ、その留学も含めて、うん、そう、まあ、高校からのです、ね、夢が、うん、やっぱ将来はバンドでアジアツアーをっていう、まあ、夢があって、あで、まあ、そのためにちょっと中国語を勉強しようということで大学の頃に留学したんですけども、うんうん、まあ、そういう形でこうやっぱでも外に出て、うんうん、まあ、沖縄をね、また振り返ってみると、うん、より一層その沖縄の魅力をもっと自分たちが掘り起こしていかないとなっていうこともあって、まあ、内縄口をですね、すごい勉強して内縄口で詩を書くってとっても大変そうですね。そうなんですよ、もう僕らは喋れない世代なんで、基本的には全くわからない、もう、ね、聞くのも話すのもできないっていうのが普通だと思うんですけど、まあ、それを、まあ、内縄芝居とか民謡の古い音源を聞いたりしながら、まあ、勉強したり、あと内縄芝居とかですね、あと内縄口教室みたいなそういう、まあ、講座とかに通ったりとかしながらですね、ちょっと独学で一生懸命やってきました。すごい、聞いてみたい。じゃあ結構お時間かかってますよね。そうですね、はい、まあ、この本当にだから十何年ぐらいの、まあ、集大成で今回のシングルは、はい、作られております。すごい思いが込められてますね。そうなんで、その言葉遊びの中に深いメッセージを散りばめた歌詞ってあるんですけど、はい、どういった感じの言葉遊び。そうですね、はい、まあ、内縄口で今回、まあ、カップリングの曲なんかは、はい、結構内縄口で韻を踏んで遊んでるんですね。はい、で、まあ、もともとラップとかも、うん、取り入れたりしてたので、うん、まあ、その韻を踏む面白さっていうのがあって、はい、で、まあ、内縄口でもそれをこう踏むことができるっていうのを今回結構トライしてですね、はい、いろいろやっております。で、サンっていう、うん、まあ、カップリングの曲はサンっていう曲なんですけど、はい、サンゴは魔除けのサンのサンなんですけどもね、はいはい、うん、まあ、そのサンっていう言葉を使ってちょっと言葉遊びをした曲だったりしますね。内縄口のラップって聞いたこと、韻を踏むっていうのは、そうですね、なかなか難しいけど、まあ、結構面白いですよ、そういうトライも。なんか、はい、ちなみになんか今どういう風なのがあるかっていう、まあ、例えばですね、はい、歌詞の中に菅市民バスにブルーシートン会タバクウトチアナフガチェヒガっていう歌詞が出てるんですけどまあ、はい、サラちゃん秋田の子なんだけど、秋田の何ってるか方に、まあ、説明しますとですね、ブルーシールって言ってましたよね。ブルーシートですね。お父さんが、はい、シーミーの時にブルーシートにタバコを落として穴をほがしてしまったっていう、まあ、ことなんですけど、これはス、シ、はい、シーとかで、はい、全部作業で韻踏んでるんですよ。あ、
まあ、そういう感じの言葉遊びをしてたりとか、難しい、なんか聞いてる人が聞けばあれなんですけど、沖縄の人が聞けばはぁってなるんですかね。いやでもね、曲でやったらまたわからないんじゃないかなと思いますよね。そうです、まあ、はい、あの音楽に乗せてさらっとそういう風にやってますけど、はい、まあ、ぜひ歌詞とかもね読みながら、はい、役も見ながら聞いていただけたらなと思います。面白そうな、はい、で、ですね、それからですね、はい、今月またそのライブ、はい、の方があるみたいなんですけど、そうです、8月13日に CD が発売になるんですけど、はい、ちょうどその日が、桜坂劇場の、ホール B の方でですね、うん、レコ発ライブも兼ねた、イベントがあります。でこれはですね、あのモーシー&チェンビーという、中国の北京から、ジャパンツアーで来日するアーティストの、はい、一緒にこの僕は沖縄代表のフロントアクトという形で出るんですけれども、その3組出演ですね。モーシー、チェンビーがフロム中国 で、はい、で僕の3組が出演するという形になってます。8月13日土曜日、桜坂劇場ホール B ですね、19時開演となっております。楽しみですね、はい、これぜひあの遊びに来ていただきたいなと思います。わ、行きたい、すごい。来週の土曜日ですね、そうですね、来週かな、んその次かな、来週、そう、来週かな、来週ですね、はい、来週ですね、はい、来週の土曜日に桜坂、はい、チケットはあの、はい、桜坂劇場の窓口か、またあの、うん、コンビニの、方でもチケット買えますので、うん、ぜひぜひお問い合わせ番号も言っていいですか。あ、どうぞ。桜坂劇場、098-860-9555 までお問い合わせください。はい、このお二方中国のアーティストさんは、はい、どういったそのなんだろう感じのジャンルですか。はい、ジャンルは、ですね、この、チェンビーという方は、まあ、はい、あの女性のポップスシンガーで、うん、割とあの中華圏全域でも人気のある人 ですね、この間台湾にも行ったんですが、台湾でも、もう本当にあの CD 屋さんでバーッと展開されているようなあの有名なアーティストなんですけど、でそのモーシーっていう人はその人のプロデューサー で、うんうん、でこの人はあの中国の少数民族で彝族という少数民族がいるんですけど、うん、その、ミュージシャンで、まあ、その伝統的な音楽と、まあ、現代のものをこう混ぜてやっているということで、割とあの僕がまあ沖縄でやっていることとすごくあの、そうですね、シンクする部分があるので、とても楽しみです。楽しみですね、はい、じゃあこの日はもうその内名口の歌を生で聴けるということ、はい、そうです、聴きたい一体どんな曲なのか、はい、インを踏んでもらうっていうぜひぜひ、はいはい、ぜひお時間のある方、はい、足を運んでみてはどうでしょうか。はい、ではですね、もうそろそろ残念ながらお時間が来てしまったんですけども、はい、ここでですね、千葉奈さんの楽曲をおかけしたいと思います。今日かける曲の紹介してもらってもよろしいですか。はい、はい、それでは千葉奈辰巳ですね、内縄口で作った新境地、もうこれを聴いたら本当にあの、うん、自分の中の沖縄をもう一回問い直すみたいな、そういう曲になってると思います。千葉奈辰巳で海なりの島です。 ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間がなくて、またなんか、はい、あれば、そうですね、またちょっと告知今度はまた長めに時間取れると思うので、はい、はい、よろしくお願いします。聞きたいこれサンプルは言ってましたっけ。あ、はいはい、はい、あの CD もらってるので音源入れたので、はい、OK、です大丈夫です。じゃあすごい頑張ってください。山下さんによろしくお伝えください。わ、はい、かりました、すみません、ありがとうございます。ライブ行きます。あ、ぜひ来てください。ちょっとチラシこれあのもう一枚ある。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあありがとうございました。今写真撮る暇ってある？あります。大丈夫です。はい。で、あと CM に行くのでそのまんま。これ渡してもいい？あ、まだあるかな。これ渡してもいい？あ、ありがとうございます。流行ってる。シンガー。はい。ね、ウクレレシンガー。ウクレレ。はい、行きます。はい、チーズ。 OK、 ありがとうございます。じゃあまた、はい、じゃあまたよろしくお願いします。きたい。秋田の秋で秋の皿のとか、そうですね、もう秋田皿でもいいですもういいやって混乱するよどっちだったからね秋田県、秋田県ありがとうございます。ありがとうございます。
待たせてしまって、なんかリクエストがさって、うん、曲メッセージ始めまして、これ終わった後メッセージ紹介してで、ちょっと告知、はい、この番組告知してるかな、羽衣祭りの告知かな、うん、情報だけで情報これは大丈夫落ち着いて、大丈夫よ。まあ慣れだ、慣れ。お前が言う。確かに、どっちが最初なんだみたいな。バタバタして。何時からだった？40。もう結構進んでる。福山雅治いる？あ、まあ、あ、でもじよ、まあ、時間もあるか。40。で、告知するんでしょ？うん。先にした方がいいのかな？告知から先。で、うん。アシスタント紹介して、もう歌って終わったらちょうどいいでアシスタントプロフィールが長引いたら、うんうん、福山を福山をするあ、これの次だ、これの次、はい、ツイキャスとかコメント来てる、最初ツイキャスとか、ツイキャスは来てない、あ、かわいい、ゆっきり、じゃあメッセージ紹介しようか、最初に。そうですね、メール、これは違うんだよね、お疲れ様、これは違う、 OK、時刻は3時42分を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。はい、はい、もう40分、あっという間ですね、早いなお掃除してくださってありがとうございます。あの今ね、このサテライトスタジオのブースから見える風景なんですけど、はい、やっぱり雨だからそんなに泳いでる人はさすがにいないですね。 あそこにチョラホラといますけど、チョラホラと、うん、こんにちは、どうもこんにちは、ここから放送してます。あー、無視された、みんな濡れてますね、風邪ひかないようにお家で暖かくしてね、はい、で、はい、先にですね、じゃあ告知の方をしたいなと思います。じゃじゃん、いよいよ今週末に第39回羽衣祭りが、おー、ちなみに羽衣祭りは行ったことはないです。ない。そっか、そもそもいつ沖縄に来たんだっけ。沖縄は4月に来ました。じゃあ今年？今年。いや、じゃあもうギノワンっていう町の名前も今年知ったの。今年知った。じゃあ羽衣祭りっていうのがあるんだみたいな感じだよね。そうですね。で、この羽衣祭り、琉球の時代、はい、天女が水浴びをしていたという森の川、そこに伝わる中山薩刀王誕生のきっかけとなる羽衣伝説から命名したギノワン市の一大イベントです。で、今年はね、8月6日7日、はい、今週末でメインイベントである第28回トビンスハニンスカチャーシー大会や薩刀王歴史絵巻行列水鉄砲選手権大会2016など、宜野湾市の歴史や市民の情熱が体感できるプログラムが満載です。で、はい、沖縄の夏を熱くする宜野湾羽衣祭り、はい、で、ちなみに FM 宜野湾では今週土曜日に、特番を、はい、やるんですけど、で、特番は8月6日土曜日17時から21時で、 MC には川光愛さんで、ブッシュモット沖縄所属のピーチキャッスルさんがですね、MC をやって、で、ゲストもいろんな方が出るので、盛りだくさんすぎて、はい、情報が、はい、とっても楽しそうですね、はい、ぜひ皆さんラジオも聞いて、はい、祭りにもお越しいただいてはどうでしょうか、はい、みんな楽しんでいこう、はい、それからですね、はい、また告知が、はい、はい、告知がいっぱいあったはずです落ち着いていこう、大丈夫よあのね、やっぱね、最初だからね、ちょっと、まあ、最初だし、今日ちょっとゲストさんが結構来たんで、今日盛りだくさん、本番前バタバタしちゃって、うん、まあこんなもんかな。ここのブースも最近できたんですよね、うん、そうそうそう、なんか7月の半ばからそうやってて、はい、うん、そうなんだよ。あれ、告知はもう大丈夫、あ、告知は資料が見つからなかったってことで、はい、告知は以上となります、はい、はい、ということでメッセージ紹介してもらう、そうですね、先にツイキャスからコメントを、はい、チャラい無口の AKB さん、はい、ひろき、あれ、さらちゃんやん、こんにちは、どうも、さらちゃんチース
チャラホラって呼んだ、またひろき、さらちゃん、可愛すぎて照れてるやん、だそうです。はい。AKB ファンさんはどこにでも、どこにでも。いや、ありがたいですよ。こんにちは。ありがとうございます。はい、あと15分楽しんでいってください。はい、そしてメッセージ、はい、メールも来てますね。今日はヒロキックス、はじめまして秋のさらちゃん。あ、さらちゃんってその歌声でコザのお昼の番組の玉木吉野さんを泣かせたさらちゃんですか、ということで、今日もおかしな銀のトロンボーンさんから、うん、え、泣かせたって、あ、そうなんですよ、うん、先週7月の25日、うん、先々週かな、うんうん、はい、あのコザのミュージックタウンでライブをしたんですよ、うんうん、ワンマンで、うんうん、その告知をさせてもらうってことで、うん、FM コザのあの玉木吉野さんっていう、うんうん、わかります、うんうん、方の番組に出た時にこう自分の話とか歌を歌ってたら、うん、なんか泣いてくださって、吉野さんが、うん、すごい胸いっぱい笑い泣きじゃなくて、違いますよ、ではなくて、違いますよ、歌声でちゃんと感動して泣いてくださったんですよ。でも今のこの初対面の感じだと、まだ歌声で泣ける声してるのかっていうのは僕は分かんないけど、うん、そう、話してるだけだとただの頭の悪そうな感じの俺は頭悪いとまで言ってないからね、言ってない自分で言っちゃった、はい、なのでメッセージありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、はい、最初らへん駆け足でさらちゃん紹介したんだけど、はい、まあね、実際ね、どういう風な子なのかっていうのを今日ね、はい、紹介したい、そうですね、今になってみたいな感じですけれども、はい、あ、もう半分終わっちゃったんですけど、はい、ちなみに、はい、さっきも言ったように東京生まれで、はい、秋田出身、そうです、資料渡しちゃったからね、あ、そっか先ほどね来られたゲストさんに、はい、あのサラちゃんの資料渡しちゃったんですけど、そうだと、なので、はい、でちなみに、ね、僕の記憶が正しければ、うん、音楽一家に生まれたんだっけ、あ、そうです、うん、父親がピアニストで、母親がシンガーで、そうですね、でもそんな硬い感じでもなくて、うん、このジャズピア、ん？ジャズバー、ピアノバーを夫婦で経営していて、うん、そこで育ったみたいな感じですね、みたいな感じ、じゃあ、うん、ちっちゃい時から音楽に触れてたっていう、うん、音楽は友達音楽なんか、あ、キャプテン翼みたいだねボールは友達みたいな曲、音楽は友達、音楽は友達ですね。ちなみにちっちゃい時はどんな音楽を、そうですね、ピアノとか、まあ、あ、うーん、私そんなに自分はやらなかったんですけど、うん、この両親が2人で、うん、例えば日曜日の夜、うん、家族3人でご飯を食べて、うん、ちょっと酔いが回って、うん、お父さんが、はあ、ピアノ弾こうかな、ピアノ弾く、母親がじゃあ合わせて歌うかな歌う、え、サラもって言って、周りを踊るみたいな、そんな、もうほんとザ、いい家族みたいな感じでした。なんかエピソードがおしゃれ、おしゃれありがとう、なかなかないよね、お父さんが酔ってきたからピアノ弾こう、じゃあお母さん歌おうって、そんな感じですね、音楽をこうもうなんかこの義務っぽくするんじゃなくて楽しむみたいな、うんうん、感じですね。でちっちゃい時からじゃあそういう風な触れ合いなんだ、そうですね、別にじゃあなんか習ってたとかではない、そして中学校に入ってから合唱部に所属してから真剣に歌と向き合うようになりましたね、はい、じゃあそうなんだ、ちなみにピアノは、ピアノもちょっとやります、今は、今も部屋にちっちゃいキーボードがあるので、キーボード、うんうん、ピアノも弾きます、はい、じゃあメインは歌、メインは歌ですね、歌に一番力を入れて、そうなんで、はい、ちなみに沖縄に来たのは今、あ、4月、今年の4月って言ってたんだけど、はい、その沖縄に来ようと思ったきっかけとかっていうのは、きっかけ、そうですね、うん、2年前、うん、19歳の時に初めて沖縄の大宜味の牧場に行ったんですよ、うんうん、この自分の視野見聞を広げたいと思って、うんうん、またそれはなんで、うん、なんで大宜味村の牧場に、なんかこう自分が全く知らない遠いところに行きたいっていうきっかけで、うん、もう適当にパーって調べてて、うん、大宜味の牧場がなんかでヒットして、うん、すぐ行きました。でそれででもさ、大宜味の牧場ってどんなやってヒットしたんだろうとりあえずまあ適当に探したら、そうそうそう、大宜味の牧場が見つかったと、牧場ヒットしてここだっていうのはもう直感しか信じてこなかったんですけど、うん、それで1ヶ月間もう朝鶏の鳴き声で起き、うん、牛のうんちを掃除して、そうで餌を作って、もう本当に体力仕事をしてご飯を、美味しいお野菜を食べて、いっぱい笑って怪我したりしてドロドロな、ドロンコになったりとかしてるうちに、なんかすごい元気になって、自分ってこんな、なんだろう、なんかもう結構暗かった、ね、あ、想像できないんだけど、すごい明るく、そうそうそう、なんか毎日楽しくって、
なんか海も太陽もみんなキラキラしてて、うんうん、沖縄に来たいって思って、あ、住みたいと思ったんだ。そう、でそれで、うん、意を決して、意を決して沖縄に、はい、今年来たと。来ました。すごい、初めまして。まあ、そっか、秋田出身ということで。そうですね、異国ですね、もはや秋田。秋田のちなみに大館市って言っても、大館中堅八甲って分かります、うん、渋谷駅の前に八甲が生まれた町、うんうん、なるほど、うん、秋田、大館って、秋田が、秋田ってちょっと四角っぽいよね。そうですね、四角、縦長の四角のどこら辺右上、右上、うん、もう山の、うん、青森のすぐ下なんですけれど。あ、そうなんだ、はい、青森に近いんだ。そうですね。岩手は、岩手はもうちょっと右、もうちょっと右、うん、なんかね、秋田に行った時に岩手の、うん、なんだったっけ、小祝農場に、うんうん、おー、うん、そうなの。そこでジンギスカンを食べた思い出があります。ジンギスカン、北海道のものです。はい、小祝で、はい、秋田か、秋田ってね、うん、すごい、あ、時間が結構押してきてる、うんうんうん、なるほど、わかりました。じゃあね、今日はね、せっかくね、サラちゃん来ているってことなので、はい、ちなみにサラちゃんは何を演奏してるんだっけ。今はウクレレを持って、ウクレレ、はい、はい、じゃあ今日ね、せっかく最初っていうことでウクレレ持ってきていただいてるので、うん、ウクレレの演奏していただきたいなと思うんですけど、はい、いいですか。はい、よろしくお願いします。お、いいね、生でね、やるって。音を拾ってくれるのかな。大丈夫、ちょっと待って、多分大丈夫かな。いいです。じゃあ、はい、すいません。急ですが、オリジナルをちょっとじゃあやろうかなと思います。すいません。お願いします。では目の前に空と海があるので、うん、高校3年生の時に作ったスカイマリンという曲を歌いたいと思います。うん、この青空を眺めていたら、君のことを思い出した。流れる雲を眺めていたら、君の笑顔に会いたくなった。空に響き渡る小鳥のような澄んだその瞳のような、透明な君の歌声が僕のすべてを蘇らせる。スカイマリン聞こえますか。いつでもここで待ってるよ。スカイマリン歌ってほしい。ありがとうございました。いやね、はい、なんかね、吉野さんが泣いたのがなんとなく分かった。はい、いや、すごいね、なんか最初会った時と全然違う感じ。そうなんです。こんなね、すごい透き通った声してたんだね。はい、実はこうなんです。はい、ありがとうございます。いやまたね、うん、なんかせっかくだから、うん、ね、またその次の機会とかでも、はい、歌ってぜひ、ね、嬉しい。それこそエコザイルさんが言ってたようにセッションとかね、したいですね。いいね、三線と代わりに歌おうかな。え、いや、やめた方がいい。せっかくだから歌声も聞かせた方がいい。歌を楽しく。ということで、はい、はい、本日新しいアシスタント、うん、サラちゃんを迎えてですね、はい、サザンブリーズ1時間お届けしました。あっという間でしたね。あっという間でしたね。
ということで、またね来週から、はいはい、お願いしたいと思います。サザンブリーズ本日お届けしてまいりましたのは、FM ギノワスタッフのひろきと、はい、今日からアシスタントになりましたサラででした。はい、ということで来週もぜひお聞きください。以上サザンブリーズでした。また来週。また来週。じゃあね。はい、終わったの？あともうちょい。ツイキャスがね結構来てて、ツイキャスが来てる。すいません、ありがとうございます。お、結構見てくれてる方多いな。あ、こうやって下げるのか。エコザイルさん、うん、いい家族やないかい。はい本当にいい家族なんです。エコザイルさん、さっきピザ持ってきてくれたんですよね、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございました。三毛猫好きな犬さん、有志さん、秋田か、遠いな。遠いね、うん、でも秋田に来るときはぜひ教えてくれたら、うん、スポットを教える私はいないけど、なんかいいところ、うん。KB さん、生歌だ、うん、また泣くぜ、いい、うん、はい。エコザイルさん、サラちゃんの声癒される、うん、なんかめっちゃ褒めてくれてますね、うん、いいね、ひろき歌うんだって。まあ様子を見てね。様子でも音楽やってる？やってない。あ、やってる。そうなの。お疲れさん、お疲れ。お疲れ様です。じゃあまた来週もぜひお聞きください。はい。こんなゆるゆるな感じでなんかもう無事終わった皆さんありがとうございます。はい、保存してるんですね。うん、やばいなこれは。